ジェファーソン国立発展記念館にある、レリーフミズーリ州セントルイスのジェファーソン国立、拡張公園の敷地コロラド州にある、エアホースアカデミーのエアガーデンの南側の、エンドワシントン DC のベンジャミン・バネカー・パーク、ダン・カイリー、ダニエル・アーバン・カイリーは、アメリカ合衆国の造園家、ランドスケープアーキテクト、環境デザイナー。幾何学的な構成手法で、 シンメトリーからアシンメトリーに至るまでの古典的構成を近代建築の作品に生かした。またケビン・ローチェやエロ・サーリネンら建築家と共同し多くの作品を生み出した。1912年、マサチューセッツ州ボストン近郊のロックスバリーに生まれる。1932年から1938年までワーレン・エイチ・マニングオフィスに勤務し、ランドスケープデザインを取得する。 入所した当初は年期暴行であったが、3年目からは事務所のチーフデザイナーとまでになる。1936年から1938年にかけては、ハーバード大学デザイン大学院に特別聴講生として在籍、ガレット・エクボラと共にランドスケープアーキテクチャのモダニズム運動に着手。1938年、マニングの死去に伴い事務所が閉鎖される。 事務所の先輩で、都市計画家のエルバート・ビーツと共に、ワシントン DC に移り、住宅公社に勤務する。1940年から1942年に、かけては、ワシントン DC とニューハンブシャー州、フランコニアで、設計事務所を主催する。事務所をこの地で開設していたのは、スキー目当てであり、この時期実際に夫人と共に、スキーのインストラクターも務めていたほか、 シャーロットにオフィスを開設した後も冬は、クロスカントリーに通っていたという。1942年に徴兵され、アメリカ合衆国戦略局デザインプレゼンテーション、部門主任、工兵隊、バージニア州、フォートベルボア、戦略情報局陸軍技術師団設計士部長として、ヨーロッパにわたる、ドイツニュルンベルク裁判、法廷建築配置担当として、 建築の仕事に従事し、建築の資格を得る。またこれにより、勲功賞を授与。帰国後は、庭プラン付け分譲住宅を、約20年間、1件150ドルで91件もの庭を設計しているが、図面通り実現せずまた実現したものも、現存していない。1951年から、バーモント州シャーロットにオフィスを移し、段階リーパートナーズを開設。 1974年から1979年にかけてはカイリー・ティンダル・ウォーカーを主催。1979年から1984年にかけてはピーター・カー・ウォーカーとシャーロットでダン・カイリーピーター・カー・ウォーカーとして活動する。1984年からはオフィス・オブ・ダン・カイリーを主催した。カイリーは1997年に全米芸術勲章を 2002年にクーパー・ヒュイット国立デザイン博物館から特別功労賞を授与されている。2004年に自宅のあるバーモント州シャーロットでその生涯を終える91歳。死去後に開催された展覧会の動員数や関連ウェブサイトへの訪問者数、ワシントン DC のナショナルギャラリーやニューヨークの報道財団における作品再建等で、 カイリーの認知度が高まっていることが伺えるという、アメリカ造園家協会アスラや国際造園家協会イフラといった既存の組織には所属せず、独自の道を歩む。ありがとうございます。